こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、室町幕府といえばどんな将軍がいたか覚えているか？初代足利尊氏でしょ。室町時代の最盛期を築いた三代目足利義満。あとは銀閣とか作った八代目足利義政なんかは教科書にも登場するよね。個人的には剣豪将軍義輝なんて、舞台にもなる人気将軍だけど、何代目だったかな？あとはふわっとしてよくわからないよね。というか足利将軍って何代まであったんだっけ？実は室町幕府の足利将軍は15代も続いていたんだぜ。しかし南北朝時代や戦国時代をまたいでいるため、あまり知られていない将軍たちが多い。そっか。ということで、今回は波乱万丈すぎる人生を歩んだ15人の将軍たちをダイジェスト版で紹介していくぜ。これでふわっとした室町時代がクリアになるね。それではゆっくりしていってね。室町幕府初代将軍、足利尊氏。室町幕府を開いた初代征夷大将軍といえば、足利尊氏だぜ。はじめは鎌倉幕府の大将として後醍醐天皇の討幕軍を鎮圧するんだけど、島流しに会っていた後醍醐天皇が再起するとスカウトされて、今度は幕府を裏切って滅亡させちゃうんだよね。それが彼の名前にも色濃く残っているぜ。鎌倉時代は執権北条高時から一字をもらって尊氏、としていたが、鎌倉幕府滅亡後には、後醍醐天皇の高春、から一字をもらって尊氏、と改名するんだ。ちゃっかりしてるな。しかし、次第に後醍醐天皇の権務の神聖、が世間から不老を買うようになると、挙兵して天皇を吉野へ追いやり、新たに光明天皇を擁立して室町幕府を開くんだぜ。こう見ると、裏切ってばっかりだよね。しかし、一方で臨済宗の構想、無双祖籍は、尊氏のことを豪遊、慈悲、無欲の三徳を兼ね備えた人物、と高く評価しているぜ。そうなんだ。だから人気があるのかな。そんな尊氏は清和源氏の名門、足利氏の生まれだ。この一族は源義家の子、義国のさらに子、義康をルーツとする。なお、義康には義重という兄弟がいて、彼の末裔は新田氏を名乗っているぜ。後の建武の新世紀から南北朝時代における足利、新田のライバル関係は、こんなところから繋がっているわけだな。本当は由緒正しい血筋だったのに鎌倉時代はずっと御家人扱いだったから、密かに将軍を狙っていたんだね。そこは北条氏も抜け目ない。北条氏の娘を妻として送り込んで繋がりを深くし、官位面でも大いに優遇していたんだ。その割に鎌倉幕府の政治関係には登場しないよね。なんで？それは北条氏が足利氏を幕府の首脳である老城衆から、徹底的に外して政治から遠ざけたためだぜ。だから足利氏もいつか北条氏をやっつける機会を伺っていたんだね。室町幕府二代将軍、足利義明。二代将軍は尊氏の息子、足利義明だぜ。有名な初代尊氏と前世紀の義満に挟まれてちょっと影が薄いよね。しかし、その生涯は苦難と栄光に満ちた波乱万丈なものだったぜ。鎌倉幕府打倒を目指し、後醍醐天皇が兵を挙げた時に、足利家を代表して鎌倉幕府を攻めたのもこの義明だったんだぜ。そんな大役を果たすとは、さぞパパに似て勇猛な武将だったんだろうね。まあ、満3歳だったがな。はい？ちゃんちゃい？三歳児を侮ってはならないぜ。義明は尊氏が後醍醐天皇を討つために出陣した際、鎌倉幕府の人質にされていた。尊氏が反旗を翻した際に北条方の追手を逃れて鎌倉を脱出し、新田義貞軍と合流すると鎌倉を攻めて滅亡させるぜ。でもさ、それは周りの大人のおかげでしょ？しかし、義明は違ったぜ。本来なら強烈な初代がいなくなった後は大混乱が起きるものだが、それをきっちり抑え込んで、大胆な体制構築ができる。三代目政権を譲ることができたぜ。鎌倉幕府滅亡後も関東に残され、建武の新世紀、あるいは南北朝の騒乱の中で尊氏の名代としてたびたび担がれるなど、安穏とした幼年期とは無縁だったぜ。でも大体偉大すぎる親の二世って、親の七光でパッとしないことが多いよね。しかし、言われるがままでもないぜ。延元2年に北畠顕家らの軍勢が鎌倉を襲った時には、諸将が鎌倉を逃れることを提案する中、まだ8歳に過ぎない義明が、退くにしても戦わずに退くのでは名誉が立たない、と主張して戦うことを決めた。なんて話が伝わっているぜ。え？ 8 歳でそんなこと言うの？立派な将軍じゃん。官能の上乱を経ておじの名をよし、異母系の忠冬らが室町幕府から離れていく中で、
こうした義明こそが新たな武家政権の頂点に立つことが定まったんだ。それは大した二代目だね。こうして、父、高氏が死ぬとそのまま彼が征夷大将軍になったわけだが、治世がすぐさま安定したわけではない。室町政権を支える有力守護たちは高氏の武力と名声に従っていたのであって、息子に過ぎない義明に従わないこともあった。守護の中には南朝へ寝返る者もいたんだ。パパの七光だけではどうにもできないことがあったんだね。義明は立派な武将に成長し、有力武将たちの反抗を警戒しつつ、南北朝の騒乱の中でも戦功を重ねていくぜ。一時は、京から逃げねばならなくなったこともあったが、それでも義明は奪われた京をすぐさま取り返し、守護たちを従え、室町政権の安定に大いに貢献したんだ。恐れ入りました。南北朝の争いの最中、家臣の離反などに苦しみつつ、37歳の若さで没したぜ。室町幕府三代将軍、足利義満。三代将軍、足利義満といえば、中国の明と貿易を行ったり、金閣を建てたり、室町幕府を大いに発展させた将軍としても有名だよね。二代将軍、義明の息子だった義満は、武士では平清盛以来となる、太政大臣に任命されるなど、その権勢は揺るぎないものとしたぜ。しかし、義満もまた南北朝動乱の真っ只中に生まれ、危機にさらされた幼少期を送っているぜ。そうだったんだ。先ほども触れたが、京都を追われた父の義明に連れられ、後光厳天皇と共に大見へ逃れざるを得なかった。でも義明は京を取り戻すんだよね。その時はまだ危険があったため義満は大見から播磨に移り、守護の赤松則助に養われていたぜ。そんな中義明が亡くなったことで、まだ10歳の義満が足利氏の家督を継承することになったんだ。ということは、きっと誰か大人が政治を代わりに統括するんだろうね。そこで登場するのが管領という役職だ。鎌倉時代の執権のような役割だな。しかし本来、執権は政治の実権を握っていたのに対し、管領は将軍の補佐程度の役割しか持たないはずだった。鎌倉幕府の執権は北条氏が独占したが、管領は細川氏、芝氏、畠山氏などが交代で務めるぜ。後にこの三管領家たちが室町幕府においてキーパーソンとなっていく。細川氏、芝氏、畠山氏ね。なんかしょっちゅう家督争いしているイメージだよね。義満はいろいろな意味で時代を形作った人物だ。まず、室町、幕府の呼び名は義満が京都の室町に、花の御所、と呼ばれる邸宅を作ったことが由来だぜ。室町、ってどこの都かと思っていたけど、京都の中の地名だったの？また征夷大将軍は源氏の長者、である印象があるが、それは義満以降の伝統で、本来は別に源氏に限られていたわけではないぜ。源氏の長者は源氏の頂点に立つもの、って意味だよね。徳川家康も源氏を名乗っていたよね。そして義満は武家の頂点であるとともに公家としての顔も持っていたぜ。太政大臣にまでなって武家、公家双方の頂点に立った。だから、室町幕府の全盛期を出現させることができたんだ。また義満の母は後円雄天皇の母と姉妹であったことから、天皇のいとこでもあったぜ。そのため最大の野望は皇位を奪うことにあったと言われている。え、天皇の座を奪おうとしていたの？自分ではなく息子を天皇にするつもりだったようだぜ。しかし、義満は、あと一歩のところで病死した。あまりのタイミングの良さに暗殺説も囁かれているぜ。室町幕府四代将軍、足利義持。父、義満存命中から将軍職を譲られて、わずか8歳で将軍となったのが4代目の義持だぜ。もうこの辺からふわ、とどころか、いたのかもわからないや。さすがに父が偉大すぎたんだな。義持は将軍となった後も父、義満が実権を握って離さなかったぜ。義満は新しく北山邸に後の金閣となる別荘を建て、そこで重要な政治を行い、義持は蚊帳の外状態だった。さらに義満は異母邸、義継を愛したため、先ほども触れた天皇の座は、この義継に与えるつもりだったぜ。お兄ちゃんが将軍で、弟はその上の天皇？北山邸に天皇が来た時には天配、と呼ばれる天皇から与えられる名誉ある支配を、元服もしていないような幼い義継にわざわざ受けさせたり、皇族でもない義継にまるで皇太子がするような元服の儀式を取り行ったりしている。それはちょっと義持かわいそう。結局義継は天皇になれず叶わない夢に終わっている。義持は、しばしら重臣たちによって、なんとか弟の下風に立たずに済んだようだ。そんなことから父の死後、義持は、
義満時代を否定するような政策を次々に打ち出すぜ。積もり積もった恨み。死後の義満に打上法王、という。本来なら天皇にしか許されない称号を与える話があったが、辞退してしまうぜ。父が始めた官号貿易も、民に対して臣下の礼を取ることを問題視し、中止してしまった。そして、父の愛情を受けたい母帝の義継は、謀反を企んだと因縁をつけて殺害させてしまうぜ。よほどパパや義継のことを恨んでいたんだろうね。室町幕府五代将軍、足利義和。五代将軍、足利義和は、父四代将軍の義持に譲られ、17歳で将軍となったぜ。あら、幼すぎず、年寄りすぎず、いいお年じゃない？しかし、そのわずか2年後に病死してしまうぜ。せっかくまともな将軍が現れたと思ったのに、なんで死んじゃったの？原因は酒だぜ。お酒？未成年でしょ。この時代の飲酒に規制などないからな。将軍になる2年前の14歳の時からすでに父から飲みすぎを注意されていたぜ。父、義持も酒豪だったというから、父の遺伝子を受け継いだ筋金入りの酒豪だったようだぜ。もしくは次期将軍というプレッシャーに耐えかねて、飲まずにはいられなかったとかね。残念ながらこんな調子だったので義和について語れることは少ないぜ。実は義持には、義和しか男子がいなかったため特別可愛がったと言われているぜ。未成年の皆さんは真似しちゃダメだよ。また、義和の死が早かったのには怨霊が関わっているなんて話もあるんだぜ。怨霊？義持が殺害に追い込んだ母帝である義継がいただろう。彼が義持を恨んで、悪霊となって息子を呪い殺したなんて噂もあるんだぜ。室町幕府六代将軍、足利義教。さて、そんな感じで五代将軍義和が亡くなってしまったため、しばらく父の義持が政務を取り続けていたぜ。でも、もう跡継ぎがいないんでしょ？義持が亡くなったらどうなるの？そこで室町幕府の重臣たちはどうしたか。なんと、くじ引きで次の将軍を決めることにしたんだぜ。くじ引き？将軍ってそんなに簡単な方法で決めていいの？義持が既得状態になった時、後継者になりうる義持の弟が4人いたぜ。義援、義将、英雄、義将だ。なんだかみんなお坊さんみたいな名前。その通り。全員がそうで、いずれも日本仏教界のトップクラスの役職についていたぜ。まあ、足利一門の皆様だからねー。この中の誰を次の将軍にするのか、慣例を中心とする有力守護たちの間で話し合われたが、誰か一人に候補が絞ることができなかったんだ。なるほど。それで阿弥陀くじになったんだ。誰が阿弥陀くじと言った。しっかりと神仏に任せることになり、石清水八幡宮でくじ引きが行われたぜ。選ばれたのは、当時、天台座主の義援、後に元俗氏義教となったぜ。くじ引きで将軍になるなんてひどい罰ゲーム。なんで将軍が罰ゲーム扱いなんだ。義教は就任後、自分は神から選ばれた将軍、だと自負して、将軍権力を高めるため暴君になったぜ。比叡山延暦寺を焼き打ちし、有力守護役業を圧迫し、意に沿わない者を次々に中殺するなど、恐怖政治を行うんだ。あらら、周りから反感を持たれただろうね。独裁者と化した義教は、火吉の変、で、粛清を恐れた家臣、赤松光助によって役に殺されてしまうぜ。室町幕府七代将軍、足利義勝。さて七代将軍、足利義勝は、父、義教の死の翌年、8歳で将軍に就任したぜ。またおちびちゃん。ところが、そのわずか8ヶ月後に赤痢により亡くなってしまっている。あらら、最短人気だね。父の義教が家臣の殺害により急逝すると、早速有力守護たちに擁立される形で義勝が将軍となるぜ。慣例、畠山も木国の補佐で政治が進められる。この時から将軍は傀儡、要するに操り人形となり、実権は有力守護という室町幕府のあり方は、彼の代から大体固まってしまった。パパの独裁政治のせいだね。義勝の時代にはもう一つの転機がやってきている。義教が死んだのと同じ年、幕政の混乱に乗じて、畿内で不満を持った庶民による土一揆が発生するんだ。幕府はその要求に応える形で借金を打ち消す特製令を出してしまったぜ。何それ、借金が帳消しになるの？これは、庶民の反乱さえ討伐できないほどに幕府の力が弱まったことを意味しているぜ。室町幕府八代将軍、足利義政。八代将軍、足利義政といえば、後継問題が応仁の乱の一因となったりしているのでご存知の人も多いだろうな。
義政はどういう経緯で将軍になったの？義政は7代将軍の義勝の弟だぜ。義政は兄、義勝の死を受けて7歳で家督を継いだ。しかし実際将軍に就任したのは14歳の時だ。将軍に就任するのに少し時間が経っているんだ。相変わらず政治には参加できていなさそうだね。政治の主導権は母や乳母、そして重臣たちに握られてしまっているぜ。いかに将軍であろうと、義政が政治に関われる隙間はなかった。さらに、義政の正室側にも問題があった。ああ、日野富子ね。インパクトあるよね。それで政治的意欲を失い、文化面に目を向けるようになるぜ。義政といえば政治というより、東山文化を築いたイメージが強いよね。謝辞へ出かけるなど物見遊山に励み、気の合う仲間と盛んに酒宴を開いて、幕府の財をどんどん使っていったんだぜ。特に土木、建築にその情熱が向いたようで、京の東山に有名な銀閣を建てている。銀閣の書院作りはその後の和風建築のスタンダードになったよね。ついに義政は自らの将軍という立場が疎ましくなり、まだ30歳にもならないうちに引退を考えるようになるんだ。これが後に11年にわたって起こる大乱となって京の都を巻き込むことになるぜ。それが応仁の乱だね。室町幕府9代将軍、足利義久。子ができなかった義政が後継ぎにしようとした弟と、その直後に生まれた実子の二人の争いが一因となり、応仁の乱が起こったというのは有名な話だな。で誰が次の将軍になったんだろう？11年もの応仁の乱が収束すると、9代将軍となったのは、義政の実子、義久だぜ。応仁の乱というビッグイベントと母である日野富子の、インパクトが強すぎて確かに影が薄いな。しかし、20歳を過ぎてからは、近江で悪さを重ねる守護大名の、六角氏征伐に自ら出陣し、失墜しかけた幕府の権威を取り戻すべく奮闘するぜ。今までの足利将軍って高氏親子を除いて、なんだか将軍らしからぬ弱々しい印象だったけど、義久はちゃんと武家の頭領らしく戦地へ赴いて戦おうとしたんだね。てか、将軍って本来そういう存在じゃなかったっけ？義久は、本来のあるべき将軍を目指したのかもしれないな。しかし、敵である六角氏側の甲賀の忍びの者によるゲリラ戦法に悩まされ、戦いは長期化し、ついに京にも戻れぬまま、志半ばで病死してしまうぜ。室町幕府10代将軍、足利義胤。10代将軍となったのは、義久の1歳下のいとこ、義胤だぜ。名は義輝、義忠、義胤と改名するが、一般的に最後に名乗った義胤で統一されることが多いので、ここでも便宜上、義胤で統一するぜ。はい。義胤は鎌倉、室町、江戸いずれの将軍の中でも唯一、将軍職を再任されている人物でもあるんだぜ。不死鳥のごとく舞い戻るんだ。足利義胤は、応仁の乱で義久と敵対した足利義見の子だぜ。なんで、敵方の息子が次の将軍になれたの？義見、義胤親子は、応仁の乱終結後、身の逃れていたが、先代将軍である義久が志半ばに倒れた時に京へ戻ってきたぜ。ほう、ほとぼりが冷めた頃に帰ってきたわけだ。次こそ将軍を狙っていたのかも。義久が亡くなった後は父の8代将軍、義政がまだ健在だったので、彼が将軍として復帰していたが、義政もついに亡くなってしまった。当時実権を持っていたのは義政の正室日野富子だぜ。富子は応仁の乱で、敵対していた義見が出家することを条件に、日野家の血筋である義胤を後継に推薦する。そこで義胤が10代将軍となった。富子は敵対していた義見に口出しされるのが嫌で出家させたということだね。義胤もまた、いとこの義久のように武家の頭領たる将軍の権威を、復興することを志したぜ。なんと、義久が手こずった六角氏を攻めて近江を平定することに成功している。お、なかなかやるねー。これに続いて義胤のターゲットになったのは畠山義豊だぜ。応仁の乱で父義見と敵対していた畠山義弘の子供だ。この時義胤のそばで慣例として支えてくれていた畠山政長にとって、いとこの子供でもあり宿敵なんだ。要するに畠山さん家の内乱に将軍が駆り出されたということ？ところが、義胤が川内へ出陣している間、空になった京でクーデターが起きるぜ。明応2年、成長の政敵でもある細川勝元の子、政元が軍を送って川内出陣中の義胤を襲い、新たに11代将軍として足利義澄を立てたんだ。畠山さん家のお手伝いに行ってたら、細川さんが後ろから攻めてきて、
新しい将軍に乗っ取られた。この陰謀の背景には、義胤と政治的に対立するようになっていた富子の思惑もあった。一連の事件を明王の政変、と呼び、近年ではこれこそ、室町時代と戦国時代を分ける決定的な事件だったと考えられているぜ。なるほどね。何しろ、家臣によって将軍の首がすげ替えられてしまったわけだからね。義胤はその後13年に及び逃亡生活を余儀なくされたぜ。しかし、有力武将を味方につけ、再度将軍に復帰を果たすぜ。いいよ、フェニックス義胤。ところが、復帰を果たしたものの、今度は自分を追いやった。細川政元の養子、細川高国と揉めてしまい、四国の阿波に追いやられるぜ。結局、二度目の復活はならず、そのまま無念の最後を遂げる。室町幕府11代将軍、足利義澄。フェニックス義胤が失脚し、舞い戻るまでの13年間。第11代将軍として就任したのが足利義澄だ。誰?彼は義政の弟で関東公方として派遣されていた足利政友の子供だ。ということは義久、義胤とはいとこの関係だね。父の政友は関東公方といっても伊豆より東には入ることができず、伊豆の堀越に落ち着いていたため堀越公方とも呼ばれているぜ。なんなの、将軍が派遣しているというのに関東に入れさせてもらえないって。それだけ将軍が軽んじられている証拠だな。息子の義澄は伊豆に生まれ、上洛して出家していたところを、連続して11代将軍に就任したぜ。将軍ったって、どうせ関連やら富子やらが実権握ってるんでしょ。しかも、フェニックス義胤が将軍に復活すると、京都を追われ、逃亡先の滋賀県近江で31年の生涯を終えるぜ。室町幕府12代将軍、足利義晴。フェニックス義胤でワンクッションを置いた後、次に12代将軍となったのは近江に逃げた義澄の子義晴だ。近江で生まれ、播磨守護赤松氏の下で育てられたぜ。そんな義晴が将軍になったのは、フェニックス義胤が阿波に行方をくらましたからだ。大永元年、義胤を失脚させた管領の細川高国によって呼び寄せられたぜ。この時わずか11歳だ。これ、わざと幼い子を将軍にしてるんじゃないの。文句を言わせないために。しかし、今度は後ろ盾だった高国が家臣団内部の争いで追い詰められてしまい、京を逃れて近江坂本へ移るのに付き合わされることになるぜ。将軍なのに、部下たちの内紛に翻弄されっぱなしだね。同時期に、細川晴元が足利義経を擁して機内へ侵入してきたぜ。細川晴元って誰よ。晴元は高国の同族のライバルの子だ。晴元の父が細川家の家督争いで高国に負けていたため因縁があるぜ。じゃあ足利義経って誰よ。義経は義晴の異母弟で、阿波に逃れたフェニックス義胤の養子になっていたぜ。今度は細川さんちの内輪もめに、将軍兄弟が巻き込まれるの。義晴は近江に、義経は境に拠点を構えたので、世の人はこれを近江大樹と境大樹の争いなんて呼んでいたとか。ああ、大樹って将軍って意味ね。将軍なのにどっちも本拠地の京都にいない。両者の間には和睦の動きもあったが、叶わず、義晴は一時近江の口寄贈へ逃れている。その後、高国は晴れ始めと戦って敗れ、自害に追い込まれてしまった。あらら、義晴にとって後ろ盾だった高国が死んじゃったの?どうする大樹?普通なら義晴はこのまま追いやられて義経が将軍になってもおかしくないな。しかし、細川晴元はそうはせず義晴と一応和解したぜ。義晴は京都に戻ることになった。義経は黙ってるの?それまで晴元が擁立していた義経は義晴と和睦し、阿波へ帰っていったぜ。じゃあ、義晴はこれで一安心。しかし、義晴は晴元を信用せず、管領に任命しなかったぜ。そんなこともあり、お互い不信感を募らせていく。なんだかまた不穏な空気。そうだな。まさか将軍が京からたびたび避難せざるを得ないとは、なんとも不安定な時代だった。この後細川晴元は、家臣の三好長義によって、京都から追い出されたため、またしても義晴は避難しなくてはならなくなり、最終的には近江で病に倒れ、京に戻ることなく亡くなっているぜ。室町幕府13代将軍、足利義輝。やっと来ました剣豪将軍義輝。足利将軍の中でも悲劇のヒーローとして人気が高いぜ。当時、剣聖と呼ばれた塚原牧伝より剣術を学び、対抗する勢力にも屈さず、室町幕府の再興を試みるも、最後にはクーデターで暗殺されるぜ。舞台にもなっていたし、ドラマでもイケメン俳優が演じるから、好青年のイメージが強いよね。
義輝は12代将軍、義治の子で、天文15年。父と同じく11歳で将軍職を受け継いだぜ。義輝にとっての強敵は三好長慶だ。その部下に悪役としても名高い松永久秀がいるんだよね。三好氏は長く細川氏に仕えてきた四国の武将だぜ。元は長慶は細川晴元の家臣だった。しかし、ここでも下克上が起こり、部下の長慶の策略で上司の晴元を京から追い出してしまう。戦国の世だねー。将軍だけでなく慣例も失墜したということだね。ということで、今度は部下のさらに部下の内紛によって将軍は近江に避難していた。もう近江退治で良いんじゃない？しかし、父義治の死後、義輝は京への復帰を目指したんだ。細川晴元と共に三好氏に戦いを挑むぜ。お、頑張れ。ところが肝心の晴元が逃げてしまう。自分の部下から逃げてどうするの？結局義輝はなかなか近江から出られなかったが、別の部下である六角氏の仲裁で義輝は三好長慶と和解し、一度は京都に戻るぜ。だが、すぐに長慶と対立してまたしても近江に逃げてくる。逃げてばっかりだね。しかし、今回は違ったぜ。この時義輝は自分の無力さに気づき、剣豪への道を切り開くんだ。部下たちに裏切られても腐ることなく、武家の棟梁らしくあるため、剣術に励んだんだ。お飾りだけ、権力だけの今までの将軍とは違うね。さらに、北陸の朝倉氏と加賀の一向宗を和睦させることで、一向宗勢力を味方に取り込んで挙兵し、三好氏をピンチに追い込むと、永禄元年、ついに再び和睦を成立させるぜ。そして義輝派三好氏を積極的に味方として取り込む。三好氏は細川晴元の家臣に過ぎない上、お父さんの義治を追いやった旧敵だったというのに、これまでの経緯を考えれば、敵であった三好を重用するなんて、なかなかできることじゃないぜ。剣豪で強くても、戦わずに敵と和睦するなんてお見事。そんな噂を聞きつけた義の武将、上杉謙信は、義輝に謁見し、いざという時は必ず駆けつけると申し出たというぜ。今まで将軍の危機に駆けつけてくれた武将なんかいなかったのに、感動するね。そんな中、三好長慶が死去すると、その後を取り仕切った部下、松永久秀と、三好三人衆らの陰謀により、義輝は暗殺されてしまう。このクーデターは永禄の変、と呼ばれているな。将軍自ら、足利家伝来の宝刀を取っ替え引っ返して、奮闘したなんて言われているよね。誇張されてるとか言われているけど、剣豪将軍の最後にふさわしいと私は信じてるよ。室町幕府14代将軍、足利義秀。義秀は現在の徳島県にあたる阿波国に生まれた義輝のいとこだぜ。阿波のいとこっていうことは、お父さんの義治のライバルだった義経の子だ。阿波の地から虎視眈々と将軍の座を狙って、阿波久保と呼ばれた父と同じく義秀もまた好機を待ち、ついに、義輝を倒した三好三人衆によって将軍に担がれたぜ。しかし義秀はある意味、戦国時代の足利将軍が置かれていた立場の、象徴的な存在だったと言えるかもしれない。ついに京に入ることさえできなかった将軍なんだ。なんで、京に入れなかったの？義秀は阿波を出たものの摂津で足止めを食らうぜ。この時期、京近辺では三好三人衆と松永久秀らが、激しく争っていたので、危険だったんだ。また仲間内の揉め事？そこで、使者を京へ送り、永禄11年、どうにか征夷大将軍にしてもらうことはできたぜ。ところがなんと同じ年に足利義輝の弟、足利義昭が織田信長と上洛してしまうんだ。おっとそれは焦るね。このままでは義昭に将軍としての座を奪われかねない。そこで義秀は三好三人衆ら近隣の勢力に呼びかけ、義昭、信長連合軍と戦う姿勢を固めたぜ。しかし、義秀はそれから間もなくして病に倒れ、ついに京に入ることなく亡くなってしまった。室町幕府15代将軍、足利義昭。足利家最後の将軍は義輝の弟、義昭だぜ。将軍家の長男以外はよくあることだが、幼いうちから奈良の興福寺へ入れられ、角慶という名前で過ごしていたぜ。そんな時、兄の義輝が三好氏らによって殺害されてしまう。三好氏はさっきの足利義秀を擁立するつもりだったから、角慶は邪魔な存在だっただろうね。順番としても角慶が次の将軍としてふさわしいから、いつ誰が担ぎ上げるか心配だよ。そんなことから自由に動かれてはまずいので興福寺に軟禁してしまったぜ。しかし、彼は幕臣、細川藤田からによって救出されると、自分こそが次の将軍だという決意を高めるぜ。近江、若狭、越前と各地を転々とする中で元禄氏、義昭、と名前を変える。
この辺りは、明智光秀の大河ドラマでも書かれていたよね。この頃、義明の元にいた明智光秀が美濃出身であったことから、信長との仲介役を果たしたと言われているぜ。信長にとっても美濃を切り取ったばかりで、次の一手として申し分ない駒と思ったかもしれない。将軍はここでも駒扱いなんだ。信長は義将の要請に応じて兵を挙げ上洛を成功させた。こうして A61 年、京に入った義明は15代足利将軍となったぜ。でもその後信長とは対立するよね。義明は、武田信玄や上杉謙信、本願寺などと結んで信長包囲網を作り、幕府再興を試みるが、結局は失敗に終わり、元亀4年義明は信長によって京都から追放される。ここで室町幕府は滅亡するんだよね。まあ、それが一般的だな。しかし、実はその後も義明は将軍職を続けているんだぜ。各地を転々とし、最終的には秋の戦国大名、毛利輝元を頼り、現在の広島にあたる備後の友の地に亡命政府を樹立している。そうなの？それから数年後の天正10年、信長が明智光秀の謀反により、本能寺の変、で命を落とすと、代わり台頭した豊臣秀吉と和睦を結び、京都追放から15年の時を経て、京に帰ってきているんだ。え、帰ってきていたの？その後、天正16年義明は正式に将軍職を退き出家した。この時正式に室町幕府が滅亡することになるぜ。へえ、信長から追い出された後は歴史の表舞台から消えたように見えたけど、実はもう少し続いていたんだね。その後60歳で病により死去した義明の葬儀に参列した足利家臣は、わずかに34名ほどだったと言われているぜ。今回の動画は以上だぜ。足利15代将軍を駆け足で紹介したぜ。幕府を追われた将軍、暗殺された将軍、そもそも京都にも入れなかった将軍なんかいて、足利家がいかに波乱に満ちていたかがわかったよね。室町から戦国時代にかけては有名な戦いや人気武将に目が行きがちだが、実は裏ではこんな将軍たちの苦悩があったんだな。気になった将軍がいたら、もっと深く調べてみてね。この動画が面白いと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれると嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。